コロナ禍を通じて業務形態が変化する中、若手社員の融資審査力と営業力を高めようと、日本政策金融公庫と三重県信用保証協会 TKC 中部会が合同で開いたものです。参加者は企業の1年間の収益を取りまとめた決算書と法人税の申告書との関連性や不適切会計のメカニズムなどを学んでいました。講師を務めた税理士の梶ゆかりさんは、地域経済の活性化に向けて企業の業績把握の力をつけてもらい、金融機関と連携を図りながら事業者の役に立ってほしいと話していました。審査の業務の時に決算書を見ると思うんですけども、そういった時に役に立つ講義を受けられたので大変勉強になりました。今回教えていただいた別表の見方というのも参考にさせていただいて、より事業者の方に寄り添ったようなご支援をできればと思っています。今後引き続き勉強会や意見交換会の開催を通じて3社の連携を強化していくということです。